こんにちは、ウプ主のクエストドラゴンです。霊夢だよ、マリサだぜ。というわけで、今回は8頭身だけを使用して茶番劇をやっていきたいと思います。待って、ウプ主も声が変わってない？え、あ、うん。だって、こういう歌声だと女性の方がいいかなって。ウプ主が変わっちゃったぜ。え、いや、このままだけど。活動開始時から、姿、声も変わっちゃったね。せめて声ぐらいは戻しておいたら、ウプ主じゃなくなっちゃってるし。うん、あまり回答者様がいないかもしれないけど、アンケート、取ってみようかな。私の声がゆっくり茶番、ゲーム実況の時の男性でいくか、8頭身茶番だけ女性でいくか。もし私の声にこだわり、または意見を持つ人がいらっしゃいましたらアンケート回答をよろしくお願いします。また前みたいにウプ主の回答しかないってことがないようにしたいな。そもそも、質問したやつ自身が回答するか、アンケートに。まあ、気になる方は回答をよろしくお願いします。回答がない場合、こちらの意思で女性でいきたいと思います。それと、今回の茶番は私、女性です。それじゃあ、前置きが長くなっちゃったけど、茶番、スタート。よーなあ、ウプ主、さっきから何を眺めているんだ？え、あ、求人広告。そろそろ働かないとかなって思って。ウプ主が働くの？ちょっと考えられないかな。え、まあ、いくらか候補が出ているんだけどさ、その前に二人だって働いているでしょ？霊夢は巫女をやってるし。まあ、確かにそうだけどね。収入がないけど。あ、マリサは魔法店でしょ？そうだな。お客がなかなか来ないのが悩みだぜ。ウプ主、今度来てくれたら試薬を飲ませてやるよ。遠慮しておきます。さて、それで、今上がってる候補だけど、カテゴリー別に行くと正社員なのかな？正社員なら安定した収入も得られるけど、何の正社員？相撲協会の正社員。なぜ相撲なんだ？あ、相撲をやる側もあるよ。やめといた方がいいかも。それだけは。あ、そう？相撲はダメか。他にないの？あ、そうだ。もう一つあって、パート、アルバイトのカテゴリーなんだけど。コンビニとかか？時給は安いぜ。いや、飼育員。動物園の。ああ、割といい方じゃない？何の飼育をするの？ライオンだね。ダメだろ。あ、そう？それならトラとチーターもあるけど。どうして猛獣ばかりなんだ。そこの動物園のモットーは何？飼育員がやりたくない動物のお世話をぜひやってみませんか。汗水と血を流して一緒に頑張りましょう。ダメだね。そうですか。あれ？これって。また変な求人か？いや、コウマカンが求人出してる。え？あ、ほんとだ。お嬢様と妹様のお世話係。大丈夫なの？これ。まあ、コウマカンなら行ったことあるし、もしかしたら働かせてくれるかもしれないね。え？電話するのか？うん。物は試しって言うから、早速かけてみよう。はい、コウマカンです。あ、もしもし、昨夜？あ、ウプ主ですか？どうなさいました？そっちで求人取ってるでしょ？あ、そうですね。え、ウプ主がお働きになられるのですか？あ、うん。できればでいいんだけど。うん、どうでしょう。見た目女性的でも内面的問題がありますので。それと、よくお読みになりましたか？募集対象はメイド希望のみ、です。あ、そうなんだ。さすがにメイドはいいかな。執事っていうのは？ちょっと考えていませんね。とりあえず、他を当たってはいかがでしょうか。お互い面識のある者同士で働いてもどうかと思いますし。そうだね。じゃあ、失礼します。結局どうだったの？他を当たるしかないみたい。というかこの求人広告、コウマカン以外の求人がすべて募集期限切れてるぜ。あ、どうしよう。ハローワークに行こう。それで、昨夜、新しいメイド募集はないの？あ、一人だけいらっしゃいましたが、拒否しておきました。どうして？せっかく働きたいって言ってきてくれたのに。昨夜が拒否するってことはそれなりの理由があるってことよ。拒否するほどダメな人だったの？ウプ主でしたから。ウプ主。なるほどね。ちょっと無理があるかもしれないわね。いや、私はウプ主がメイド姿でも喜んで遊び相手になってもらうけど。フラン宛てのメイドは耐久力と俊敏性に優れた人を募集した方がいいかもしれないわね。では、そのように求人会社に申し立てをしておきます。あれ、求人の内容が変わってるわね。本当ですか？どんな感じでしょう？雰囲気、ある程度の店頭に手慣れている方、大歓迎。とのことね。容姿のいい人が来そうですね。
楽しみです。前の時にコウマ館に就職したいって電話したでしょ、メイドとして。ああ、落選した仕事ね。そう、それでさ、確かに条件に合っているんだけど、またしても男性でちょっとヤバいんだって。就職したいって言ってきた人が。条件なんてあったか。あったんだよ。なんか改定されてて、ある程度の戦闘に手慣れている方って書いてある。それってめっちゃマッチョな人とか、ボクサーとかやっていたり、空手とか柔道をやっていた人みたいな感じ。うん、そんな感じ。それでその就職したいって言ってきた人が覆面の初等身男だって。マジかよ。俺がやろう。え、あの、困ります。それに何ですか、その罪と書かれた袋は。こう見えても恥ずかしがり屋で、顔見せられないので。恥ずかしがり屋ならもうちょっと別の場所を隠しになられてはいかがでしょう。もうその格好の時点で罪ですよ。それでどうだ、採用か。採用してほしければもう少し服装を整えてからいらしてください。あの、私の何か悪いんだ。全てです。あのさ、前に八頭身男がコウマ館に就職願いを出したっていう話をしたでしょ。あ、それでどうなったの、あの人。なんか逮捕されたらしいよ。まあ、あの格好ならいくら昨夜でも警察に通報するだろうな。うつ主、くれぐれも警察のお世話になるような就職の仕方をしないようにね。あ、うん、気をつけよう。というわけで、いかがだったでしょうか。立ち絵は違いましたが、茶番のネタはいつも通り考えたものです。個人的に面白くできたかどうかはわかりませんが、楽しんでいただけたら幸いです。こんな感じでたまにですが、八頭身立ち絵茶番といった形で投稿していきたいと思います。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。